大家ネットの平林昇です。今回ですね、アパート経営に、資格が必要かっていう話なんですね。で、自分のこう所有するアパートにですね、お客さんをこう探して、いわゆるこう客付けするわけなんですね。で、このことにですね、資格が必要かっていう、そういうことなんですね。で、これはですね、結論からお話をしますとですね、もう全く必要ないってことなんですね。で、実際この日本の場合ですね、いわゆるこの街中にこう賃貸ショップとかですね、駅前に不動産屋さんとかですね、そういうところを通してですね、実際にこのアパートのいわゆる斡旋ということをされている、これが日本の賃貸のほとんどのこう部分なわけなんですね。で、この斡旋業務っていうんですかね、この仲介業務っていうことに関しては、これは資格ってことをしようとするわけなんですね。ですけど、この自分がですね、アパートを所有してですね、自分がアパートをこう経営するってことにおいてはですね、まさしくこういわゆるアパート大家さんのすべてこう裁量権の中にある、支柱にあるってことですね。で、不動産のこういろんなこう法律があるわけなんですが、まさしくこの不動産のこの法律のこう外にあるってことなんですね。ですから、自分のいわゆるアパートを自分で経営するってことにおいては、もう全くこのいわゆる資格を必要とするっていうことでないわけなんですね。で、このことっていうのはですね、新しいこのアパート経営におけるですね、ある一つのこうコアになるですね、いわゆるこの考え方っていうことになるかと思います。ビジネスモデルをこう形成するのにですね、一番こう中心になる一つのこう、考え方になるかと思うんですね。で、実際ですね、この、バブル期にですね、ある意味ではこのしっかりなんていうんですか、しっかりっていうのが、アパートっていうのはたくさんこういわゆる建設をされてですね、いわゆるこう30年いわゆるこう丸ローンじゃないですけど、30年こうサブリースとかですね、ある意味では30年保証とかですね、そういう中で実際こう来てるわけなんですね。で、それがバブルの頃の一つのこのビジネスモデルでですね、ある意味このアパート大家さんは所有するだけでこうお金になっていたっていう、そういう時代なんですね。で、これがですね、このバブルからですね、このデフレに大きくこう、経済、状況っていうのはこう縮小期にこう入ってですね、様子っていうのはガラッとこう変わってしまったわけなんですね。で、実際この借りる側もですね、このバブル期と同じようなこのいわゆるお金の使い方、あるいはこの収入のこの取り方っていうのはこうできなくなってるわけなんですね。ですから、この潜在需要とするとですね、例えば都会に出てもう勉強したいとかですね、あるいは仕事をしたいとかですね、そういうその潜在需要っていうのはもうずっとあるかと思うんですね。ですけど、その受け入れ側がですね、ある意味ではこのバブル期のいわゆるこのビジネスモデルですね、実際こうアパート大家さんがこう用意したこのいわゆるこう設計図、契約書っていうのがあるわけなんですね。で、それに沿ってですね、イエスはノーなんですね。ですから、この、賃貸の現場にですね、裁量権のある人が、誰一人いないってことなんですね。ですから、その契約書っていうんですか、いわゆるその、使用書の内容に従ってですね、それで OK をいただければ実際問題として、契約成立っていうことなんですが、実際そこにこの調整機能っていうものを持たないままにですね、いわゆるこの、なんていうんですかね、このマッチングができない状況っていうのが、今のこの、いわゆる時代だと思うんですね。ですから、この業界のある意味、本当こう、過渡期でもあるし、実際その部分をですね、どの一つの考え方で、いわゆるブレイクスルーっていうんですか、新しいそのビジネスモデルを作るか、ここにですね、一番最初にお話ししたこの、アパート大家さんの直接経営っていうものはですね、一つのこう、なんていうんですかね、ローコスト経営、ローコスト経営の反映として、新しい、いわゆるこのお客さんに対しても、いわゆるできるだけこうコストをかけなく、お客さんに負担のかからないようなサービス、これがですね、次の新しいこの、ビジネスモデルっていうことになるかと思うんですね。ですから、まだまだこのアパート大家さんもですね、この直接取引ってことに慣れてはいないですね。実際この客付け、いわゆるそのお客さんといわゆるお客さんを探す、例えばホームページを持ってですね、ホームページで引き合い情報を受けながら、
それをまあクロージングしていく技術というものもまだまだこれからと思うんですね。ですけどこれを一つクリアしたアパート大家さんがいわゆる次の時代のこのアパート経営というものをこういわゆるこうクリエイトできていくということかと思うんですね。でまあここにですねもうこれはもう4年にももう経つんですが、この大家ネットっていう一つのこういう考え方っていうものをですね、もう一度ここのところでですねアパート大家さんにこう考えていただきたいと思いますね。これをですね本当にこう直接私は何々町の大家さんですよってことをですねまあこうホームページでこう公言することによって、少なくともあそこの町にああいうアパート大家さんがいるっていうことをですね、いわゆるこの表明をしながらですね、いわゆる何ですかね、直接取引もあるっていうメッセージをですね、まあ、ホームページでこういわゆる、まあ、続けていくってことなんですね。でこういうことによってですね、その直接取引の場ってものを作りながら、それをクロージングする力ってものをアパート大家さんがつけながらですね、まあ、できるだけも自分の物件は自分で客付けをして、いわゆるそのマネージメントってものを直接契約で、マネージメントっていうものをその外注しなくてですね、自分でほとんどやれるようないわゆるそのノウハウっていうものを身につけてですね、これこそがですね、いわゆるその、まあ、アパートなんかも特にそうなんですけど、売上高っていうものはですね、扱い高っていうものはもう決まってるわけなんですね。部屋数と単価ですね。でこれにですね、いかにもちろんその稼働率ってこともあるんですが、まあ、稼働率 100% が上限なわけなんですね。ですからこれはこれで努力するんだけれども、結果はですね、その外注費っていうものをいかに抑えるかっていうところで、いわゆる収益っていうものをこう見れるこう事業になるかと思うんですね。ですからここでアパート大家さんがやらなきゃいけないことは、まさしくこのアパート経営っていうものをですね、自らがですね、やっぱりこのノウハウっていうのを身につけ、現場っていうところでいろんないわゆる経験を積んでですね、いわゆるなんていうんですかね、アパート経営のノウハウを身につければ、次の時代というのはどういう時代が来るかというと、アパート経営のできないアパートってもう5万と出ると思うんですね。でそういうところにですね、客付けをする力さえあれば、あるいはそれ以降のマネジメントする力があれば、いくらでもそのなんていうんですかね、いわゆるこの不況下においてもですね、この成長戦略っていう一つのこの流れっていうものをこう手に入れることができるかと思うんですね。ですからある意味今一番こう端境期で偉い時期だと思うんですね。なかなか前出が見えない。だけどこれは本当に自分が直接経営っていうものをどういうふうに捉えるかっていうところでですね、新しいこのアパート経営のまあ展望っていうものはこれアパート大家さんこう見えてくるかと思うんですね。まあ、ぜひですね、この大家ネットっていうんですけど、これをですね、まあ、ホームページを中心としてですね、あるいはもうビデオもですね、まあ、こういう録画ですね、これももう300本近く入れたんですね。ですからまあどこから聞いていただいても、まあ言いたいことはここに通ずるわけなんですが、ぜひですね、いろんなこうプロモーション、まあ、自分でホームページを持ったりですね、いろんなその外に向けて情報発信をして、その結果として引き合いをもう作る、でその引き合いっていうのをお金にする技術ってものをですね、まあ、アパート大家さんこれから身につけていって、新しいこのアパート経営のビジネスモデルってものを、まあ、一緒に作っていっていただければと思うんです。まあ、よろしくお願いいたします。